皆さんこんにちは、水玉将棋チャンネルのお時間です。今日もよろしくお願いします。今回のテーマは端玉には端歩という言葉です。今回のヒントを差し上げます。ヒントはこの香車を使うための何かいい手はないかという手を考えてみてください。1、2、3、4、5。今回の正解を発表したいと思います。正解は1号歩と歩を突くのが正解でした。今回の問題いかがでしたでしょうか。この1号歩という手はどういう手なんですかね。この手の意味がわかる方、どうぞ次の問題へ行ってみてください。この手ですね、わからないよ、どういう意味ですかという方は、ぜひこの続きの動画ご覧ください。今回の正解手順について解説していきます。よろしくお願いします。で正解は、1号歩と歩をぶつける手でした。はい、この手ですね、実は見た目以上に厳しい手です。放っておくと2二金打つとしまして、これは1三玉と上がるしかないんですが、ここで1四歩と取り込みますと、この一番下にいる香車が働きまして、これは詰みとなります。戻りまして、最初の1五歩に対してここでは1五同歩と取るのが自然ですね。この手は自然な応手なんですが、ここでも先手の素晴らしい攻めが決まります。ここでこの香車を使いまして、1五同香と取ります。これは王手ですので、桂馬を跳ねたり歩を打ったりして王手を防ぐしかないですね。ここで2二金打つとしますと、香車がこの上の逃げ道を塞いでいますので、これを持って詰みとなります。このように上を塞ぐと目的で香車を使う、ね、こうやって玉を寄せ切ってしまおうというのが端玉には端歩という考え方です。今回も動画をご覧くださりありがとうございました。今回は玉の寄せに関する手筋でしたね。次回もこの玉の寄せに関する手筋扱おうと思います。ぜひまた次回もご覧ください。よろしくお願いします。